総合郷は、大阪府大阪市中央区にある、道頓堀川に架かる、玉山町筋の橋。土木学会関西支部による、何和の那覇市五重線に選定されている。江戸時代から明治にかけて、北に、宗江門町、南に、道頓堀の芝居町を挟んで、坂町といった花町が広がっていた。正しい読みは、相合橋。ただし、相合橋、相追橋、相応橋、 愛酔い橋などとも呼ばれる。大阪メトロの駅の表示板では、愛酔い橋と表記されている。この橋が最初に架けられたのは1680年代で、当初は中橋あるいは神中橋と呼ばれ、近松門左衛門の浄瑠璃、新十重五つの一節にも中橋として登場している。総合京都名が改められた時期は不明。恋人同士の芸者と役者が落ち合う橋という説がある。 また東橋は、島の内の北を流れていた長堀川の中橋と、玉山地筋で結ばれており、中橋と、そうやう橋であることから総合橋になったとも、言われている。一方で、縁切り橋の別名もある。明治になると、男女の中が切れるとの風評が立ち、遊女などは、総合橋を渡ることを避けていたと言われ、婚礼の行列も総合橋を渡らなかったと伝わる。 現在の橋が架橋されたのは1962年で、1983年に、幅を両側へ大きく広げて、橋上に憩いの広場が設けられた。2004年に、総合橋付近にとんぼり、リバーウォークが整備された際に、遊歩道へのアプローチ階段が設置された。総合橋の南詰めの先から南北に、千日前通りまで伸びる、アーケード商店街。 総合橋筋商店街がある。多材門橋日本橋 ABC 総合橋国土交通省近畿地方整備局大阪国土事務所2020年7月11日閲覧。ありがとうございます。